タオチアです。今回紹介するのはまず最初にこのストーンベイクルガーリックブレッドですね。これね、今回もちょっとアングリーケアからいただいたんですけども、これもね、なかなかいいですね。ガーリックでね、ニンニク使ってるんですけど、これね、すごくね、食べ応えがあっておすすめです。ちょっとだけレンジでチンとかしつつすると、なおさらいいですね。これは割とね、おすすめです。あともう一つ、このデイルってアイスドコーヒー、トリプルエスプレッソなんですけど、これね、よくスーパーマーケットで半額で売ったりするんですよね。まあ、今回もちょっと半額だったんですけども、もしこれが、以前、紹介した動画で上げたのは、種類違いのやつだったんですけども、あったんで、これもおすすめです。ね、もし気になった方が言いましたらね、ぜひともトライされてみてはいかがでしょうか。ということで今回ね、早速これから食べていこうと思います。開封するとこんな感じです。内側はガーリックとかチーズがここに乗ってて、で外側はね、普通にフランスパンみたいなバゲット状になってますね。で、食べていきます。チーズとオニオンがちょうどよく効いてて食べやすいですね。食べ応えがすごくあります。やっぱりこれはレンジでチンするとなおさらいいかなと個人的には思いますね。こっちのドリンクも早速開封していきます。これ注意してほしいのは、そこにね結構溜まってる時あるんですよね。沈殿物があって、だからちょっと振った方がいいと思います。これはでもエスプレッソだから問題ないと思うんですけど、モカとか他のやつはちょっとそういうのを見かけたんで気をつけてください。それで開けてきます。はい、開封です。見るとこんな感じですね。ちょっと試してきます。匂いはね、とってもいいエスプレッソの香りがします。で、飲んできます。うまいですね。コーヒー牛乳みたいな感じなんですけど、そこまでエスプレッソ感はないけど、でもちょうどね、いい感じの甘みとね、甘さ控えめで苦さもそんななくて、すごい飲みやすいですね。こういうコーヒー飲料って結構すごい甘ったるい感じのイメージなんですけど、これに関しては全然ないですね。というようにね、結構ね、オーストラリアのそのコーヒー飲料はね、本当ちょうどいい感じの健康に良さそうな感じのもの多いですね。で、健康に良さそうって言うと一見美味しくないみたいに感じるかもしれないですけど、そんなことなくて本当に美味しいです。これは多分ね、日本より平均的にはうまいと思います。ですね、ちょっと結構量が多かったんで後でまたちょっとね、持ち帰って食べようかなと思います。ね、コーヒーね、これね、500ml なんで結構量もたっぷりあるし、おすすめです。パンパンもね、こっちも、これは特におすすめですね。ね、個人的にはね、パンとコーヒーとか紅茶の飲み物は、マジうまいっすね。基本的に、オーストラリアで物価高いようには思われてはいるんですけど、クオリティはやっぱ高いですね。またまあ一部すごいひどい、なんか全然ひどいのもあったりするけど、基本的には、値段なりにやっぱりよくできてて、やっぱり東南アジアとかね、よりはね、全然物がね、美味しいですね。クオリティ高いです。ということでね、おすすめします。ということで今回動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。